ですか？元気です。実はですね、向川さん、アントニオ猪木さんともですね、非常に交流をされてまして、猪木さんってこういう赤いのしてるじゃないですか。なんでか知ってますか？イスラム教なんです。はい。実はですね、猪木がモハメド・アリと試合をしたんですね。でその時に、大きな借金を作りまして、どうしようかなって困ってた時に、パキスタンの英雄がですね、猪木と戦いたい。申し出があって、そして猪木と戦って、で、なんと猪木が勝ったらしいです。それで借金が全て返せたという、その恩があったみたいで、そこからどうなんですか？そうですね、もう30年前ですね、1985年にですね、パキスタンに行った時、ずっと私、通訳してたんですね。それからもう30年後に、もう今その戦った、プロレスたちみんな死んだんです。猪木やっぱその恩返しの気持ちがあるから、やっぱパキスタン行きたいって、昔やっぱり5万人集めてね、試合やってたから、それでもう一回行きたいから、5万人集められるかというと大丈夫ですって。それ全部私がプロデュースして、連れて行ったんですけど、お墓参りしてですね、だいぶ喜んで、もうパキスタン全国を参り上げてですね、NHK でもそのドキュメンタリーになったんですね。ですね。で、なんか人質事件がありましたね。そうです。その時に猪木が。イラクに行った時ですね、300人の人たちをですね、トルコから飛行機、自分をチャーターして、みんなの命をですね、イラクの時ですよ。最近じゃない、イラクの時、サダム・フセインの時ですよ。一番湾岸戦争の時に300人の人質を助けた歴史があるんですね。そういう猪木です。動いたんですよね。ですね。だからまあ、時代はね、今違うんですけど、その時によって人が神様から使われるんですよ。その人、この人を通していけば、人質が助かるとかですね。うん、なるほど。ムガラさんと会話しててこんな言葉があったんで、印象的な言葉。お父さんが言ったっていう。人は言ってるようにやらない。やってるようにやるんだっていうね。それちょっと詳しく。そうですね。結局私も父親にね、厳しく育てられたんですけど、父親ってね、まあ、人ね、子供5人いるんですよ、私。だからあんまりしつけ厳しくしたらいけない、ね。で、子供はね、親の言う通りにしないけど、親のその通りにはするって。だから自分が何をしてるか見てるよって言ったらですね。だから鏡になって見せなさいっていうことですね。ですね。だから我々結構見せないといけない。ですね。はい、これね、日本でもあるんですよ。はい、教育という、はい、教える育てるとありますね、はい。例えば教える、例えば子供に対して、ね、よく、よく育ったねって言うけど、よく教えたねっては言わないんですよ。ああ、なるほどね。はい。だからこの、教えると育てるっていうね。で、おそらく、ムガールさんが神道を非常に勉強している部分っていうのは、その教えではなくて、育てるという、ね。それなんです。ですね。それよりも道っていう、いろいろね。そうですね。柔道、修道もね、茶道も、はい。これはすごい感動しますね。やっぱり人のその道ですね。そうですね。はい、まあ、それもですね、私もいろいろ勉強する中で、まあ、華道、茶道、柔道、剣道、すべてですね、例えば。極道っていうのがある。ありますね。若干、いますね、はい。で、そういうですね、道というのがあって、実は、武道でも、例えば人よりも強くなるとか、お茶も美しくいけるとか、例えば、まあ、お茶がいけ、花ですね、美しくいけるとか、お茶を美味しく作るとかではなくて、そこにですね、精神があるんですね。例えば武道で言うと、礼に始まり、礼に終わるという、いわゆる相手を叩きのめすのではなくて、相手とその同じ、その、戦う、実は戦いって準備がありますね、その準備をしているその人の、だからプロレスなんかいい例で受けるんですね、技そうそう、戦ってくるって言ったら、はい、受けないと全然試合にならないです。そうですね。それがまさしくそれって精神からあるんじゃないかなっていう、その精神のその道って道ってありますけど、まあ、これの徳、これ道徳になってくる。そしてその中心にある、例えば同じ山でも登る道はそれぞれ違う、でも行き着く場所は神道、それは神の道であるという、まあ、そういうのがあるんですよね。だから昔から日本人っていうのは仕事を教えません、いわゆるその姿から盗めというのがあったんですね。だから私が見るとやっぱり神道は広がってないんですね、日本だけに残って、イスラムとかやっぱり、ね、伝道する宗教なんですね、キリスト教も伝道し、伝道して、ね、仏教も全部、神道に伝道しないんですよね。そうなんです。そこはですね。これはびっくりしたんですね、はい。ここがですね、大乗思想なんですね。はい、伝道師っていうのは象徴思想なんです、同じ価値を持たないとその船には乗れないと。それが、その象徴思想です。大乗思想というのは、皆様が先生です、だから今日ですね、おそらく話して非常に難しかったんじゃないかなと。でも、神社に行って、神事を見て、面白い、楽しいって思ったことありますか？神社のあの神事を見て。
おそらくね、退屈するんですよ。そうなんですよ。もう私もいても、できないから、もう膝がね、腰触るダメで、そうですね。そうなんです。でもですね、実は神経の中に、作法っていうのがあるんです。作法ね。はい。で、その作法を一つずつ学ぶと、見えてくるんです、いろんなものが。要は、例えば、まあ、その、伝道師でありますが、伝道師はですね、伝える側の力が必要ですね。はい、大きい力。そうです。真とは違うんですよ、はい。学ぶ側の力が必要なんです。ああ。だから我々が上手に話すんじゃなくて、みんなが上手に受け取るという。それがですね、真となんですね。だから極端な話、わかりやすく言うと、お前こうやってこうやったら結果が出るからやってみれと言ってやるんですね。そして結果が生まれます。これ誰の成果か。言った人の成果です。そうですよね。責任。ところが、私の、俺がやってるのを見とけと、やるじゃないですか。なるほど、こうやるんだと。そして、真似してやりますね。そして、うまくいきます。これ誰の成果ですか？自分でやったからね。そうなんです。これが教えると育てるの違いなんです。そうだね。はい。だから、広がらないっていうのは、やっぱりね、広がらないからもしかすると、やり続けられるから、日本がここまで滅びなくているんじゃない、あるんじゃないかな。でもこれは戦後の人たちそうだったかもしれない。今の若い人たちはどうですか？ここみんな知らないんですよ。そうなんですよ。ここまで滅びるんじゃないかって、これ心配なんです。そうなんですよ。だから、浅草の時代とか、高校生の年配の方々が、はい、もちろんそのある程度 DNA の中に、もう戦後の経験者とか、おじいさんおばあちゃんの話とか聞いてる。今の若いお父さんお母さんは全然知らないよ、これ、神道は。そうなんです。で、これから、これ、次から孫たち、その世代、50年後の日本どうなるかって、これは私聞きたいんです。はい、ですね、日本人というのは、はい、いわゆるその個人の豊かさを手にするって、これ、非常に苦手でした。日本人というのは世のため、人のために人事を尽くすのが日本人なんだから、みんなと共有して、一緒になって頑張る。というのはこれ、日本人の特性としてあります。だから、自分のために、自分の金儲けのためにとか、自分が豊かになるために、知恵を絞ってやるっていう人を見ると、卑しく見えるんですね。だから非常に自分の豊かさって難しかった。ところが、欧米を見習って、実は皆さんですね、個人の豊かさを手にしたんです。ところが、これが自分だけの豊かさのために、何か行動を移すというようなことが起きてしまうと、これは日本も長くないな。今、世界の 1% が世界の半分の富を持っているんですよ。知ってますか？世界の 1% が過半数ですよ。半分の富を持ってます。さらに、この富を大きく得ようとしているわけです。でも日本人っていうのは、強いものは弱いものを養う。これが日本人なんですね。ところがこれ合理的にいくと、ふるいにかける。ふるいから落とされた人たち。残った人たち。残った人たちの中にまた入れる。ふるいにかける。そうやって残った人たちがいる会社が今度ふるいにかけられる。そして残った、これが強い人。勝つ人。そして勝った人は正義。正しいと。なるでしょう。なりますね。そうなっていくとふるいに落とされた人たちがどうなっていくか。それが私はね、イスラム国ではないのかなって気がするんですよ。どうでしょうか、そこ。ちょっと違うと思いますので。違いますね。イスラム国のことをね、もうちょっと詳しく先に話すけど、はい、彼らはですね、はっきり言って、皆さんにこう、ね、メディアで言えない話いっぱいあるんですけど、彼らはですね、本当のイラクの時、ね、国だったでしょ？サダム・ヒュセインという大統領、その人の軍隊、その人の警察、その人の、ね、コマンド、どこに行ってしまったんですか？ね、サダム・ヒュセインは死刑になった。彼らはやっぱり自分の国が追われられたんですよ。だから ISIS は全部あれコマンドなんですよ。軍隊ですよ。兵隊ですよ。普通の人あんなことやれる、普通の人もね、鶏一匹でも、虫一匹でも殺せないな、兵器でもバーって枯らせる。あれプロなんですよね。だから、ケント家にサダム・ヒュセインが育てられたプロの軍隊です。コマンドです。だから、結果彼らの恨みねたみが俺たちのイラク国家が奪われたからアメリカによって、もう一回取り戻すんだ。ただ、イラクって言ったらあまり通用しないから、イスラム国家って、まあ、イスラム同情するんじゃないか、世界中のイスラム国のこと言ってが、じゃあ新しいイスラム国家作るんだって、動機が間違ってる。本当のイスラム国家だったらですね、平和の国って意味なんですよね。平和の国作るんだったら、でも、やり方見たら平和の国見えますよ、みんな。あれほどシリア民族がたくさんのね、波になって流れてきてるから、とんでもないことやってる、人殺しやってるし、あれは私は犯罪ですね。
だからあれは間違ってる。あれも世界のもう、この前我々のメッカのイマームですね。うん、何万人の人が集まって巡礼に行くんですよ。うん、メッカのイマームがそうしちゃったんですね。あれはイスラムにご迷惑だって言って、ね、なるほど。イスラムはこれほど平和のことを教えてるのに、彼らの行いによって、イスラムにご迷惑かけて名前が悪くなってるんです、ね。なるほど。結果的に振りかけられて落とされたんじゃないですか。まあ、そうでしょうね。で、だから落とされたという。そうです。落とされたから残って、もう一回振りかけて、また、うん、そうそうそう。ですね。だからもともと宗教っていう砂漠でね、生まれた、そこに正義が必要だった、はい。正義の象徴が宗教になってるじゃないですか。そうです。はい、でもその正義で人って戦いますよね。結構ね、自分がね、正しさはどっちかと、こっちが正しいのは相手が悪いと思ったら、だからね、うん、人の立場に立って考えるというね、うん、考え方ないから、向こうの人たちね、うん。なるほどね。だから結構奪い合いってさっき言ったね、何かのね、もう損得中心の考え方を持ってるから、うん、利益中心ですよ、はい。これ国益なのか、うん、領土なのか、うん、石油なのか、水なのか、金なのか、うん、いろんなあるんですね。それによって奪い合いなんですよ。だから今までそれぞれの国が、私から見ると立派な国になった、ね、偉い国いっぱいありますよ。うん、依頼と立派の違いがあるんです、うん、これちょっと例え話しますと、私父から言われて、お前はね、偉いとなるんじゃないよって言って、立派な人になりなさいと。で、偉いと立派なのとどう違うかですね。偉いじゃん、俺は偉い会社の社長だってですね。うん、で、これは例えしましたね。例えばここにヒトラーが現れてきて、うん、お子さんがお茶持ってこい、タバコ買ってこい、うん、命令しますね、うん。持ってきます、従いますね。うん、なんか偉いとだから、うん。従わなかったら首殺されるね。で、これは偉いと。うん、でも、これは嫌々だから従ってる、うん。同じようにここにお釈迦様が来たら、どうします、うん、お釈迦さん、お茶持ってこい。うん、お饅頭持ってこい、うん。もう命令した。いや、お釈迦様、いくらでも言ってください。他に何か注文ないんですかって、うん、これなんで従ってるかって、うん。その人の威厳なんですよ。うん、だから権力で、ね、従うのが威厳で従うのが。だから自分の威厳のある人間になりなさい。うん、人を従わせるのは権力じゃなくて、うんまあ、従わせるって言葉じゃないけど、うん、人から尊敬されるような人物になるので立派ない。なるほど。だから立派な国家がないんですよ。なるほど。さっき私が頂点と中心の違いって話しました、ね。そうです。そうです。そうですよね。そうです。それは共感しますね。はい。だからもしかすると、ムガールさんが日本にこの精通して、いろいろ日本から学ぼうとしているところって、はい、正義じゃないって言ってましたね、今。正義じゃないです。その上に、真とか霊とか真とかある。そうです。で、その中心に徳があるっていう。そうです。だから、これ、ね、私もね、多くの人たちって、いい家に住んで、うん、いい車に乗って、欲しい、食べたいものを食べて、着たいものを着てっていう、うん、これをね、夢って言ってたと思うんですよ、昔。うん、うん。ね、うん。そしてその夢が叶うと、次は自家用ジェットとか、ね、時計に、ダイヤモンドがついてとかっていう、うんうん、もういらない欲求がどんどん張って、うん、これ、ここから競い合いが生まれるんですね。うん。俺よりあの人のがすごい船に乗ってるとか。うん、で、そうやって、自分の利を追っかける。それが我々の夢の執着駅です。うん、うん。それが、うん。うん。で、その夢の執着駅、つまり力をつけた人たちの執着駅に立ったその人が、うん、この国の天皇だったら、うん、皆さんどうですかって話、うんうん、素晴らしいです。僕は非常にね、これで尊敬しますよ、うん。だからそれを考えると、独占、国という、ところを見るとですね、うん、まさしくその夢の頂点に王様がいるような気がするんですよ。うんうんうん、間違いないですね。独裁国家っていう。それはもうみんな自分がね、はい、ヒトラーみたいになりたいし、はいうんはい、権力になって、うん、でも世界を支配したい、侵略主義、そこから生まれてくるわけですよ。うん、世界中の王様になりたい。これは人間のどっかで欲望があるんですよ。うん、野望の欲望。だから、チンゲスカンもそうだったですね、うん。アレキサンダー大王もそうだったし、ずっと侵略。うんそのためにもう人類を滅ぼす、うん、人殺しする、うん、じゃあ尊敬されてるのか、ね、あの人たち立派だったかって、いまだにね、うん、まあなんだ人殺しじゃないかって戦争でもあるんですね。で、私も実際ね、高校出たらですね、学校で軍隊のトレーニングで行かなければ、徴兵制じゃないけど行かないといけないんですよ。で、行ったんですよ。銃の習い方。うん、で、私はまあ、持って、自分のトップのキャプテンから言われてくれよ。撃ちなさい。いや、先生誰を撃つんですか敵だ。誰かと。我々はパキスタン人じゃなくて、インド人だ。インド、なんでインド敵なの国の敵かもしれないけど、私の敵じゃないんだから、私撃てないんですよ。まあ、情緒的に置いてるんですね。うん、で、私って言ったら、私一つ銃はね、人に向かってできないんです。うん、それでものすごくもう、首になったんです。もう、戦われて。いや、でも、平和主義者でやるから、ね、恨みに妬みに人殺す。うん、彼は別にですよ、もうね、ライオンとかああいうのやってたから。だからやっぱり人を殺すとかね、だから、一人の人を殺せばこれ殺人罪だけど、ただこれは、国の軍隊の将軍になって何万人殺したらこれは英雄。うん、メデルがいっぱいもらえる、うん。おかしいじゃないか。何万人も殺してる。ね、うん。長崎で、ね、落とした人、うん。ね。
広島で落としたいと、栄養になってるでしょ、アメリカで。もういいことやった、うん、でも何万人の、ね、人類を道に、うん、これは私この前平和の祈りで来たんですよ、うん、あの8月にですね、うん、大使と一緒にそこで祈ってすごい涙が出たんですよ、うん、それ多分そこの先祖の人たち子孫が集まってて、うん、私もそばにいてお祈りしたんですね、うん、これは悲惨なことをやっぱり一番ね平和するね、なぜね、あの平和は長崎かで私がねこう探されて、うん、ぜひやりましょうって、うん、もちろん私福岡なんですけど、うん、でも意味があるんですよ。長崎の人たちの声が世界中に訴えることができるんです。そうですね。それを感じます。なぜか犠牲者が出るというのは、こっちの皆さんの先祖なんですね、うん。で、その人たちの魂がなんかね、騒いできてて、そこにあの水の儀式やったんですね、うん、市長さんが。ああ、やっぱりこう喉乾いてる、我々も暑くてね、水欲しいなと思って、彼らも水がなくて死んでしまったんですね。うん、ただ、恨み、妬みなしで、別にアメリカに対して、アメリカ呪われて言わないで、うん、逆にアメリカ平和になるようにと。うん、これは日本人の平和の精神を私ものすごく尊敬しますね。なるほど。だからぜひこの平和の祈り、平和の声、長崎からこうですね。で、これね、はい、あの長崎から実はですね、今日報告があります。あの長崎から世界平和という形で今回、ね、発信させていただきました。実はこれが世界に発信できそうなんです。ってパキスタンの。あ、それだじゃあ、ね、それちょっと話してもらっていいですか。そうですね。前回ですね、五色人災ってありましたね。はい、ある五色人災の報告で、パキスタンの大使館に報告に行かれたんですね。で、その時の話がありますので、ね。そうですね。あの、実際私もですね、あの、大使の通訳してますね。あの、前回も大使と一緒に来たんですけど、大使館のような、政治家のあれですけど、報告したんですね。これ、神道の立場ね、って言って、ご主人の中でイスラム教徒初めてなんですよ。選ばれたのは。これも小坂社長のおかげですけど、ご主さんが、イスラム教徒の祈りは神社の中で、歌ったのも歴史、2600年の歴史で初めてだったと思うんですよ。で、ご主さんもすごい喜ばれて、いやもうこれはイスラム教の人たちで、そこに来た人たちがたくさん、安倍昭恵さんもいらっしゃったし、殿下もいらっしゃったんですけど、この報告したんですね、大使に。大使がこれはもうすごい、もう、ノーベル平和賞をもらうようなもんだから、逆に国の精神的な、ね、この賞をもらったんだから、だからぜひこれ大使館でやりましょうって今度ですね。だから今度は春国寺とこの、ぜひですね、大使館でこれをやって、世界に神道のですね、メッセージを私広げたいと思ってます。うん、なんか外務大臣とかですね、他の、大使とか、まあ、こうするなると、はい、CNN とかいろんな世界のメディアがそうですあの入ってくるというみんな来ますですね。それをぜひアピールしたい。なぜかというと、この神社でね、あのマスコミ呼ばなかったじゃないですか、はい、私ちょっとなぜかって、まあ、精神的な儀式だろうけど、うん、でも大使が言ったらこれはぜひ世界に調べるべきだ、日本はこれほど尊い素晴らしい、逆に私理解したんですよね、きちんと。今までイスラム教はきちんと理解した人はいないと思いますよ、逆に。なぜかでも自分の宗教が一番だからですねと思ってるから、人に押し付けるイスラム教になれると当たり前ですけど、でも私逆にね、結婚した時から神前式でやって、もうずっと神道に触れて、やっぱり素晴らしいもの、共感するもの多いすぎるんですね。だからぜひこれを私も世界の日本の伝統文化を伝えるなら、神道なしでは伝えることできないんです。だからぜひそれをですね、小坂社長と一緒にですね、これからパキスタン、インド、世界にですね、こういうイベントやっていけばですね、道開くんじゃないかと思います。本当は皆様のおかげでね、はい、世界に発信できますので。はい。